初心者なんですが、今来てるガチャ引いた方がいいですか？いやー、正直するでいいですね。この3体とも、そんな強くないので。むしろ、弱いより。さあ、サブ。動きリロイいれば、いいんじゃない？スキル重たい。タイムない。なんか綺麗にさ、巻き込むやつスルーするのなんでこんな綺麗にいかないことある？まあ巻き込むやつが下に溜まっちゃってるだけか。ほい。ギャ。38。止まる。初見さんいらっしゃい、こんばんは、ジンノさん。マルドラ、ローズ、どっちに好き好き？ああ、その二択だったらローズですね。これどうしっかなー。待ってみるか、ここ。フィーバー切れたらボムピャン。スキルはたまらない。フィーバー切れたからタイムボム狙いします。うー、7だった。どうぞごゆっくり。振り越し。お、でも今1000万か。これたまりそうじゃない？たまる。たまらない。こっち、あー、これは間に合わんね、フィーバーゲージ。タイムボム狙う。またタイムボム狙いだ。ほい、ナイス、大積む。あー、毎積む少な。まあその方が綺麗に繋がって多く消せるか。これちょっと待とう。はい。うわー、ギリ繋がったか。40。スキル貯めたい。タイム出てるね。あ、なんか全然余裕でリザルト3000いっちゃうな、これ。変なところでミスした。タイム1個出て、ナイス。
あー、あの左つなげてない。2300。もうあと4秒でもう一回スキル使えんかな。いけー、無理やり押し込んだボムで。あとはなぞればいいだけ。よーし、まあそこそこじゃない。2500素点、3500くらい、3600。はい、まあまあな点数じゃない。あとまあ高得点ジェイドが出て、ジェイド自身のこの積むレベル上げればもうちょっと点数は出るんですけど、この高得点を含めて消すとスコアまあ多分倍率かかるので、まあうまくいけば4000とか。あとはタイムボム狙いが飽きずに最後までできればもうちょっと高い点数までいける可能性はあると思います。